どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではモンストガチャ引いていきたいと思います。はいはい、来ました。うん、今年初かな、コラボ。初コラボ。うん、ワールドトリガー。うん、ワートリですね。うんうん、来ましたよ。結構僕地味に好きな、ね、漫画でございます。ほうほう。で、ちょっと悲しいな、いないのかなと思ったら結構いるので、いろんな人たちがこういう形で出てくるんだと思ってびっくりしながら、うんうん、嬉しくは思ってますけど。やったじゃん。まあそんな中でガチャが来てるんでね、はい、当然コラボといえば、うん、ただ僕立川さんが大好きでして、はい、でそれがまあ今回ガチャ見るとね、まあいないんですよ。いないの？まあ仁さんはいるんですけど、仁、うん、さんも好きなキャラでもあるんだけどね、うんうん、まあ今回それもあり、ちょっとね、あとこの前の前回のやつで、うん、何でしたっけ、アルセーヌが出なかったから引きたいなと思ってちょっと引いちゃったまである。あ、でなるほど。それもあり、10連ではあるんですけど、うん、今回結構まあね、出てるのは久我優だったり、ジンさんだったり、うん、あとこれ結構不思議なんだけど、まあでも星6で多分あれなんだろうね、アタッカーというかさ、うんうん、女の子キャラがさ必要と思ったんだろうけど、うんうん、この子が入ってたりするんだけど、うん、まあ星4号でね、ミックモーターとこのバトルで、この子がめちゃめちゃ強いらしいのよ。へえ、そうは見えないけど、この子そうは見えないんだけど、狙撃手なんですけど、うんうん、このウォールボムがもう友情ブースト M っていうのもくっついてて、とんでもねダメージを出すらしくって、この子絶対欲しいわけですよ。なので、まあ、10連やればそれは来るでしょうって、来るんじゃないかと思って、まあそれを引こうと思ってますよ。うん、てなわけで、まあ、10連一発よしやっていこうかなと。やってこう思います。よし。でこれ2回止まるは止まると思うの、まず、うんうん、で3回目止まるとこの星6キャラが出てくる可能性はまあ変わらず大ってことだよね。うんうんうん、行くぜ。ぜひ来てください。毎回コラボのたんびに思うんだけど、特殊演出あるらしいんですけど、見たいね。見たことないんですよ。見たいです。お願いします。見たいです。特殊な演出は見たいです。特になく、特になく。うん、あ、止まった。いいね。まあまあ、まずね。はい。はい。一発ゲット。やった。ありがたい。そう、これがまず欲しいっていうの間違いなかったから。また止まった。止まった。誰？はいはいはい。二人目ですね。ほうほうほう。星4、星5キャラね。もう一度止まれ。ここでもう一回止まってくれると熱い。熱い。が。熱いぞ。ない。まあない。まあまあまあ。まあ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 。ちょっとボックス整理してくるわ。はい。はい、はい、戻ってきた。おかえり。まあじゃあ最後に単発一回やろうかな。単発か。うん、よし。どうだろうか、うん、来るかな。単発じゃさすがにみたいなところはある気もしなくはないが、まあそうだよね。まあそうなるよね。まあ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 、でもあれか、星玉49ってことはあと1回やれば出なかった場合に星玉になるってことか、うん、だからちょっと貯めてくるわ。はい、貯めてきた。うん、2回引けるから。2回も？仮に1回なんかもし星6が出たとしても引ける。よし。お、じゃあポチ行ってくれ。行くよ。行け。じゃあ外しても星玉が引けるし、うん、当たったら嬉しい。さあ何が来る。ああ、外れではあるけど。ビタさん、じゃあもう一回押してみて。そしたら星玉たまる。たまるから。たまった。さあ来た。じゃあそこはレオが引きな。いけ。あー、なんか別に確定
てーのなんか言わないな。でも誰だ？なんかわかんないね。カだ。カだ。この子何に使えるんだろう。カだ。あ、近畿とかで使えるんだね。へえ。ほお。この子が出ましたね。うん、じゃあラスイチ行くか。頑張ってレオ。いやーまあ、そうそうでは、しないかもしれないが。あ、来た。確定。出たじゃん。やったー。え、すごっ。やった、単発で出たよ。単発出た。引いてよかった。引いてよかった。くがーに来た。はぁ、あ。いいね、やりました。大勝利、まさかの。びっくりした。しかも、コラボのエフェクトも出たぞ。やったね。やったぞ。念願の。念願の。見れた。嬉しい。これからもね、まだね、いくつかまだ来てないクエストもあるんで、それ溜まってったりもすると思うんで。ちょっとずつ、まあ、回していこうかなとは思います。動画外になるとは思うけどね。うん、まあ、そんなこんなで、ワードリコラボも楽しんでいきたいと思います。はい。はい、じゃあ今回ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。まったねー。バイバーイ。勝ち目が薄いからね。逃げるわけにはいかない。Thank you.